皆さんおはようございます。今日は4月の5日月曜日、雨の朝ですね。今日は最高気温10度ということで、土曜日曜、そして今日の朝ですね、2月並みの気温ということでですね、先週まで20度まで行ったのが嘘のような、陽気になっていますけども、本当にですね、こういう寒さの厳しい年にはこういうことも何年も前にもありましたけども、でこの時期に花が咲きながら雪が降るということもありまして、山手の方ではですね、雪が相当降っているようで、草津温泉でも昨日10センチ、今日は33センチ予報ということでテレビが言ってましたけども、本当にびっくりするなというふうに思います。今シーズンはですね、もうペレットとか暖房機もそろそろ終わりかなと思っていましたけども、こういったですね、花冷えとかですね、これから梅雨の前の寒さっていうのもあろうかと思いますので、もうしばらくですね、必要になる可能性がありますので、準備の方をしていていただいた方がいいのかなと思います。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ベルク渋川店となりペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。